やはり感動区なしでは十数年が限界です。それ以降も整備せずにいれば生物付着によって船足は鈍りますし、経年劣化で船体に穴が開きかねません。専用の浮き艦ドックの建設は必至か。その艦ドック自体、防食対策も検討しなければなりません。いずれにせよ、船団方式では文明を永続的に維持することは困難かと。とはいえ、生産プラントなしでは海洋船団計画自体が存在意義を失う。困ったものだな。技術的な問題に関してはもう少しアメリカと検討してみます。何かアイデアが出てこないとも限りませんから。ただ以前に申し上げましたが、原子炉にも使用限界がありますし、補修資材を積み込むにしても限界があります。They're going for the JFK, aren't they? They're going for the JFK, aren't they? That's what he's talking about. The ship suffering holes and whatnot. I mean, the ship itself would already have holes in it because they fucking ran it over. Overran it, whatever. But the nuclear reactor, I remember that.They're saying they're going to carry parts of the reactor away. And where is there a perfectly good nuclear reactor? Wait, but isn't the JFK a hive right now? That's what they said, right? The site of the JFK had been turned into a hive? We going into a hive?Is it hive time? 結局は奴らの進行をどれだけ遅らせるかにかかっているわけだな。そうなります。発展性が望めない分、進んで袋工事を目指しているとも言えます。選定処理をわだつみにさせるわけにはいかないのか。あれはそういった細かい作業には向きません。選定に穴を開けたいのであれば別ですが。それは困るな。水中での修繕作業は困難です。修繕技術の革新は期待できますでしょうが、それ以前に巨大漂流物と接触してしまう可能性もあります。下手をすればタイタニックになりかねないか。海洋漂流物の数は減っていないというしな。おっしゃる通りです。毒入りができない場合、大きなダメージを受けた船は諦めねばならないでしょう。近似値ではありますが、船団はバイオスフィア構造とも言えます。減るにせよ増えるにせよ、極端な人口変動は社会の崩壊につながります。結局、時間という障壁を超える術を人類は未だ持ち合わせていませんから。海洋都市船団計画には予備計画の意味を持たせることも難しいと。Wait, so they want to use. They want to use the wreckage of the JFK and other damaged ships to make a fucking mobile city that floats out on the ocean? Is that what I'm gleaming from this right now? As a backup plan of sorts?これはこれで可能性がまるでない話ではありませんから、予備計画として語ることは可能だと思います。第5計画のスタッフと接触しましたので話題にしてみましたが、鼻で笑われました。我々が建造した脱出船のサイズを理解しているのかと。なるほど。エリートらしく鼻持ちならない人物でしたが、いろいろと意見はくれました。もっとも冷や飯を食わされているようで、愚痴を山ほど聞かされましたが。これだけの事態を引き起こしたのだから当然といえば当然だが、私もそう感じました。
第五計画の連中を抱き込むことは可能か。信頼関係を構築するのには時間が必要です。今以上に接触しなければ無理な話でしょうね。それに会見は DIA の職員が立ち会いの下で行われました。金をつかませてというのは今後を考えるとやりにくいですね。籠絡して使うのは難しいか。今のところは。ですが監視下でも話をする価値は十分にあると思いました。うちを聞いたおかげで彼らの掴んだ新しい情報をいくつか聞くことができました。続けてくれ。わずかですが好転時点ともに変化の兆候が見受けられるという話です。月の軌道にも若干の変化が見られるとのことで、今後何が起きるかは不明ですが目を離すことはできないと。興味深いな。明日突然に重力偏差が解消される可能性もあるのだろう。そのようです。 G 元素に関しては神を理解するより難しい、そう言ってました。そうなるとやはり計画の進行を前倒しするべきか。我々には外に出る能力がないわけですから、それも致し方なしかと。いずれにせよその情報は継続的に追う必要がある。合弁事業に第五計画の人間を引きずり出すように工作を進めよう。わかりました。苦労をかけるな。いえ、国を舵取る重責に比べれば軽いものです。専務のような協力者がいなければ私にこなせる仕事ではないな。恐悦至極でございます。褒美として質問の許可をいただけますか。何なりと。いつアメリカに真実を。まだ先の話になるでしょう。例の話を理解させるには実証が少なすぎる。慎重すぎると専務は言いたいのかもしれないが、アメリカが敵を残しておくという国際戦略を取っているのは事実だ。住民のストレスは高い数値を記録したままだ。次に生贄になるのが我が国ではないという保証はない。難しい問題です。ここまで来ても未だに人類は。この計画に関しては我々が主導権を握る必要がある。私が専務に言えることはそれだけだ。脅す気はないが、計画完遂のために手段は問わない。たとえそれが流血を伴うことになったとしても。Okay, okay. Madamo. Oh, we're having a meeting. Ten Tatsunami Hibiki, reporting is ordered. ご苦労。遅い時間に呼び出してすまない。Oh, you called him. No, don't worry about it. 誰にも後はつけられていないようです。Tsukuyomi! I took precautions on the way here. Tsukuyomi, 注意。そろそろ始めましょう。Oh! Tsukuyomi and Madamo fucking... 了解しました。Conspiring. 早速だが、タツナミ、確認したい。貴様は今日の4カ国会議での決議をどこまで聞いている？ All I know is stuff that's been made available for broadcast and the IJMDF's official pronouncement. Basically, that peace negotiations are on track and that Major Gesklin has been arrested.結構だ。では話をする前に貴様の意思を確認して。 On the ground. You mean whose side I'm on? 夕日殿下に対する忠誠は月読み注意から聞いている。だがそれから様々なことがあった。四カ国会議の具体的な流れにせよ、フランス反乱軍からのノーラッド奪還作戦にせよ、小さな話ではなかったはずだ。 Back up for a second, Major. Excuse me, but what French rebels?フランスはあれを国内の一部派閥による大規模な反乱行為だと言っている。What the hell? These guys think we were born yesterday. You can't be serious. There's no way we can let this one go on a technicality. 今の貴様に答えられるのはここまでだ。貴様の人柄を観察した上で私も話しているが、何よりも肝心なのは貴様の意思だ。
Man, she's really tiptoeing around this whole ordeal. This is starting to sound like some serious cloak and dagger shit. Maybe she's gonna need to disclose, I don't know, state secrets or stuff like that? I mean, Lieutenant Skiyomi's here, right? Her Highness has to be involved in some capacity. I wonder if it's okay for me to know. これ以上私の話に耳を傾けた上で断りを入れるのであれば、つまり少しでも臆する気持ちがあるのであれば、今退出してくれ。おお、I'm okay. Please keep going. かように貴様は厳しい現実に直面したはずだ。Yes. それでも貴様の殿下に対する忠誠心に変化はないか。I see what's happening here.This is like a rite of passage, the point of no return. What I answer will decide my path from here on out. It hasn't. I believe in Her Highness Yuhi with all my heart. You're right in that life has beaten me and grinded me down lately. I can't help but feel like I'm lost. First I heard about what happened in Japan during the Great Ocean Collapse from Mr. Sendo and Captain Kamaki. If I have to be completely honest, one could almost believe the Supreme Military Leader is a prophet of sorts.That's a ridiculous notion, of course. No one can see the future, so I thought he might be a man with incredible foresight who happens to sit in a position of power. If that's the kind of man who's taking the reins of the Empire, maybe it wouldn't be such a bad idea to follow his lead. I would lie if I said the thought never crossed my mind. There's no way it's that simple. If anything, it only helped me renew my determination to work for the sake of Her Highness's goals. Exactly.Because I remain convinced the world would be a better place if we fulfilled Her Highness's ideals. Simply put, I like him better than the alternative. そうか。好きならばどうしようもないな。感情は理屈を超える。What can I say? I am what I am. I gotta say thanks to Ellen later. It's because of her I had an answer prepared for this moment. Whatever the Major wants to talk about concerns Her Highness in some way or another, and it's clear she's on a collision course with His Excellency Ikaruga.Man, almost screwed up this one. Or did I? Because on second thought, it sure feels like Major Jinguji was leading me to answer in that direction. Yeah, she's something else, she sure is. Jinguji, Shosa, 問題ないでしょう。承知しました。では最初に、先のノーラと奪還作戦について少し触れておこう。下仏同盟によるノーラッドと機動校の占拠を狙った作戦は前政権時代から軍部を中心に水面下で進んでいたようだ。各国の利害が混在する国連軍は構造上工作員を派遣するのは容易だ。そのため国連軍管理の機動校 OSP1400 にシンパを送り込むことは難しいこと。 So they've been planning this for a long time. 先のフランス革命は急進派による作戦の初手だったという見方が濃厚だ。 And since North America has been devastated, there was no time like the present, or something along those lines. 彼らの目的は守備一貫して食糧問題の解決だったが、大解放によって一気に窮地に立たされ、作戦を実行せざるを得なかったんだろう。おおよそ政府首脳とは思えぬストレートな脅迫が繰り広げられていたが、軍人上がりというのならば納得できなくはない。 Major, were you present during the peace conference's sessions? うん。しばらく軍の指揮を取っていたし、今は市民との窓口だ。必要だと判断されたんだろう。あとは、夕日殿下側の人間を参加させる意図もあったかもしれないな。話を戻すが、つまりこの作戦はフランス政府主導の戦争だ。Knew it. So what's the deal with this rebels thing? 日米両国は飢えたフランス国民の面倒を見ている余裕がないんだ。もっと言えば、フランス国民の面倒はフランスに任せる。I just love how, like, with every line, Skiyomi just kind of shifts a little bit side to side, like she's getting impatient. 数ある手段の中で最も面倒の少なかったのが。彼らをフランス政府に対する反乱軍として扱うことだったんだ。こういった話は徐々に伝えられていくだろう。So, how does this affect the plan to build a new plant? I know Her Highness Yuhi wants to save all the French population.
今回のことが反乱軍によるものだとなれば道筋は残される。国対国の戦争であれば完全についえていたところだが、それはだが当面はすでに発表済みの48万トンしか援助することはできない。 No way。 悲観するな。明らかになった人口をもとに出された数字だ。半年程度は持つだろう。 That's good to hear. Still, what's gonna happen afterward? 待て、本題に入る。本日の会議で公には伝達されなかったいくつかの決定事項を教えよう。 Oh? And now we get to the state secrets. 本日、会議に参加した4カ国並びに国連はジョン・ F ・ケネディ敗部攻略作戦を満場一致で採択した。No fucking way. They want to capture the JFK hive? You're pulling my leg, right? Another war? When there's been talk of lots of people not making it through this winter? 冗談ではなく正式な決定だ。これから約1ヶ月後、我々は JFK hive を攻略する。 Fuck. We only have 1 month to prepare? Holy shit. Are you telling me we're seriously going through with such an insane plan?本当だ。 What in God's name are they thinking? Don't they realize what this would cost us? この提案が採用されたのには大きく分けて2つの理由がある。 No, calm down. Don't jump ahead of yourself. Keep listening, see if this plan is on solid ground. JFK ハイブを放置して成長を許した場合、いくつかの懸念が発生する。その目を一つには、今や無人の荒野となった南半球にて、ハイブが異常増殖する可能性。人類の妨害がない南半球ではハイブの成長速度は格段に上がると思われる。そして増殖したハイブから生み出されたベータが無人となった南米の低酸素地帯を通って北上してくるケースも考えられる。 Meaning they would pose a serious threat to all of us。 その場合の戦闘の難しさはつい先日貴様が経験したものと比較にならないはずだ。 Yeah, I think I see the problem. If South America becomes a land route for the Beta, artillery support from our battleships would be a non-starter. To make things worse, we also need to deal with oxygen supply and other logistics issues. Then again, it's an uninhabited area, right? Nothing would stop us from nuking them to oblivion. Or not. We'd still need to rush through the laser class to clear the way for the nukes. But unlike a normal op, we'd have to deal with barely any artillery support.Once I start spreading across the southern hemisphere, humanity is as good as doomed. 第二に、直接的な表現ではなかったが、フランスとカナダの戦力を消耗させるための作戦というニュアンスが含まれていた。フランス、カナダへのアメリカ軍の駐留が決まったが、現状、アメリカにもそれほど戦力に余裕があるわけではない。よって、食糧援助の付帯条件の一つに、JFK ハイブ攻略への積極的参加が追加されている。That's like saying we don't trust him at all that much, isn't it? そうなるな。反乱軍という扱いになる以上、フランス政府が軍に責任を取らせることについては妥協せざるを得ない話だ。なお、この提案は日本帝国からアメリカに持ちかけられ、その後に4カ国会議で確定された。What? Don't tell me your highness is behind this. 落ち着け。作戦の提案者は日本帝国正義軍官。I understand why we can't ignore the JFK hive, but I fail to see why the United States would be eager to follow our lead. We just had a huge battle the other day, lost so damn many military assets and troops in the process. Launching an attack so soon doesn't make sense. Thinning down the French and Canadian forces has got to be a freebie at best. The real goal is to capture the JFK hive, but 1 month doesn't leave us with nearly enough time to prepare. アメリカ大統領を説得できた理由。Oh? 実は心当たりがある。What do you know? What do you know, Marmo? それはあるレポートの存在だ。おそらくイカルガ港はそこに記載されている内容を取引材料として使用したんだ。Yeah, it's what he was talking about with Makabe earlier. What do you... A report? そうだ。そのレポートはオルタネイティブ第四計画の責任者光月優子博士が記したものとされている。通称Oh, that's right. He did mention Yuko, like, earlier in the episode. That's right. I totally forgot about that.
He mentioned something about Yuko, and then he like, you know, motions towards Takeru, or it was like either that, it was either right at the beginning of this episode or right at the end of the last one. He like motions towards Takeru, it's like, yeah, yeah, you served under her, you know what she's like, right? Okay, okay. Alternative 4? What's that? News Professor Kosuke. I'm sorry to interrupt, but I have no idea what Alternative 4 is. Doesn't matter, it's long dead. 第四計画とは、国連の国際極秘計画だった。大解放前、人類はその英知を集結させた計画を動かしていた。That's weird. Heck, I've never heard of this before. Well, she said top secret, so there's that. So, what was this top secret plan trying to achieve? 主目的は、ベータとの意思疎通だ。そして、それに伴う数々の研究、実験が日々行われていた。We were trying to talk with the beta? Is that even possible? 信じられないのも無理はない。そばにいたものですら半信半疑だったんだ。だが、計画は実際に遂行されていて、ある日、中止と。Why? 期日までに要求された成果を出せなかった。第四計画は破棄され、即日、第五計画実行が発令された。Alternative 5?貴様も移民船団については知っているだろう。あれは当時、第四計画の予備計画であった第五計画が主導して建造していた。第五計画は G 団の集中運用を前提とした配部攻略と移民船団による多政権への移住がワンセットとなった計画だった。That sounds just like Operation Babylon. そうだ。計画は実行され、あとは貴様の知る通りだ。Wait, the results? Are you saying the G-bombs are what triggered the Great Ocean Collapse? Did you think it was something else? それ以外にこの状況を説明できる要素が存在しない。What the hell is going on? G-bombs can't be powerful enough to dry the seas and evaporate the atmosphere. 海は干上がったんじゃなく偏ったんだ。G 団が引き金となった重力偏差でユーラシア全土が水没しているのは貴様も知っているだろう。大気もそうだ。しかし、なぜこのように偏ったのかはわからない。重心がずれた、新たな重力源が発生した。仮説はいくつも発表されたが、正しく説明できた者はいなかった。Well, they could be writing about it till the cows come home, and it won't make a difference if we like the tech to confirm for ourselves. だがそれだけではない。Dude, there's more? G 団とは、ベータ由来のエキゾチックマテリアル G 元素を使った新型爆弾のことだ。この動作原理は実はよく分かっていない。We don't? Wait, that's not what matters. Am I hearing things or did she say we mine that stuff from the beta? 結果として多大な破壊力をもたらすというだけで、なぜそれが起きるのかは分かっていないし、おそらく解明することも難しいだろう。それだけではない。G 団によって破壊された地域は破壊前と比べて質量が激減しているにもかかわらず、失われた質量がどこへ消えたのか解明されていない。 The weight of those places doesn't match up with how much they weighed before the impact. Do I have that right? And we're talking about a significant difference here. そうだ。そんなものを同時に大量に投下したら地球はどうなると思う？ I wouldn't even know where to start with that.I'm a grunt, not a scientist, you know? 誰にも分からなかった。だが、これほどまでの影響を地球に与えるのは、G 団以外にないということだけは断言できる。Right on. Alternative 5 caused the Great Ocean Collapse. I'll be a son of a bitch. We've been planning to commit suicide on a planetary scale, with no one the wiser. But why am I even surprised?Back during the Cold War, there were enough nukes around to destroy the Earth 100 times over. Every single one of them was man-made. History keeps repeating itself. Scuttlebutt around the time of Babylon said the G-bombs were powerful enough to wipe out a hive's monument off the face of the Earth. The boys all thought that was the upper brass spreading some morale boost and shit, but we still wanted to believe. Should have known there's no such thing as a safe weapon of mass destruction. 話を戻そう。イカルガ校が入手したと思われるレポートは、G 団の集中運用がもたらすであろうカタストロフィーについての予言の書であると考えられている。
You mean like a bunch of prophecies? 大規模重力偏差による地球環境の変化や関連するシミュレートデータ、環境の激変が人類社会にどう影響するのか。Right, because that wasn't that also part of Yuko's work in Yokohama? Because the fact that Yokohama was the Yokohama base was, you know, as ground zero for a bombing that used G bombs. She was studying how, as she was also working on alternative force, she was also keeping track of how, you know, the area around Yokohama and how nature was affected and how and the possible effects it had on people and whatnot. That was also part of her research. I remember that much. Pretty sure. Whoa, wait a second. Are you telling me that someone knew exactly what the post-Babylon world would look like before the first G-bomb even touched the ground? Our scientists are still struggling to explain Babylon. This Professor Koski somehow predicted everything? Bruh, when I tell you she has missed 10,842 steps ahead of you, I fucking mean it, alright? I don't give her this title for no goddamn reason, alright? She's ahead of you every fucking time. Soda. Yes. Straight up. And said document is in the hands of His Excellency Ikaruga? その可能性が高い。イカルガ閣下は今の日本を予見できてたとでも言うつもり？大解放が起きるかどうかすらわからなかった頃に、ヨシンバ、バビロン作戦に関わる極めて少数の人間はそれを知っていたと。そんな彼らが大解放によってこんな風になってしまうという予想まで立てていたっていう、うん、それって地球上にたったこれだけしか国や人が残らない世界を彼らは望んで作ったってことにならない？ All that was supposed to be tinfoil hat stuff. Now I'm hearing it's all true. Straight from the Major's mouth, no less. Have you seen the report for yourself, Major? していない。 So how can you be sure it actually exists? In the first place, shouldn't Professor Koski have warned somebody before Babylon was executed? 博士はそうしようとした。しかし、レポートは握りつぶされた。公にされることなく。常人の域を超越した天才だったんだ、彼女は。The rest of us mortals. 結果が出なければ誰も。That's definitely the way to phrase it. 何も理解することができないという大きなリスクを負っていた。だからそのレポートも第五計画を貶めるために記されたもの。その程度にしか受け取られず、存在を抹消されたんだ。If I'm following the conversation so far, with the benefit of hindsight, it's obvious the report is credible, but practically no one believed in it at first. So why were you and His Excellency Ikaruga among the few who did? 逆だ。彼女を知るものであれば、その言動が信頼に足るものであると確信できるんだ。だがそんな人間は多くない。そしてそれまでに彼女はかなりの物事を強引に進めていた。Major, was Professor Koski an acquaintance of yours? 彼女は私の親友だった。Hell yeah. Oh. 何もかも解決してくれるかもしれなかった友人は、とうの昔に去ってしまった。Oh, Manimo. 私は自分のできることをするだけ。She was talking about Professor Koski. まだ博士がレポートをまとめる前のことだ。彼女から第五計画が想定のまま発動すればどうなるかを聞かされた。私には難しい話だったが、要約すると、大解放が起きて、このような世界になるという衝撃的な内容だった。私はそれをレポートにまとめるよう訴え、彼女は渋々ながらそれを了承してくれたんだ。So the report is real, and His Excellency Ikaruga is acting as if he was familiar with its contents. That's why you think he's got his hands on it.そうだ。Why hasn't His Excellency publicly disclosed its existence? これは仮定だが、光月レポートはまだ終わっていないのではないかと。Oh, fuck. Huh? レポートにはさらに未来の状況が書かれていて、それが人類の存亡に大きな影響を与える内容だという可能性はないだろうか。For example, could it predict the Earth's center of gravity going back to normal?貴様は楽観的だな。さらに重心がずれ、地球が人間の住めない星になる可能性の方が高いと思うが。そこまでは考えたくないが、私もさらに状況が悪化することは十分にあると思っている。もしもそれが具体的に記されていたとすれば、
イカルガ港は公開などしないだろう。But wouldn't it be better to let everyone know while there's still time so we can try and do something? No, because he doesn't care about everyone else. He cares about, you know, Japanese supremacy. You know, he's like, listen, as long as I got this trump card here, I'm the all-powerful motherfucker. Me and my people, we run in this shit. As long as I got this thing right here that tells me everything I need to know. Mm-hmm. だから楽観的だというのだ。このような状況でも、人間は世界の覇権を争っている事実を忘れるな。Are you trying to say His Excellency intends to take advantage of the information in the Kosuke report to rule the world? 支配というよりは生き残ろうとしていると言った方が、ただそしてそのパートナーとしてアメリカを選んだとすれば、彼らが乗ってくることはあると思う。何しろ第五計画の実態はアメリカだ。Kosuke レポートを握りつぶしたのもアメリカ。予言の正確性を十分理解している可能性がある。I think I get the gist of things.But, would you mind answering one question candidly? Nanda. What's going to happen to Her Highness if she learns about the contents of the Kosuke report? Will her position be restored? 道筋は開けるだろう。 Is that why you're making a move now? 事の真偽は現在調査中だ。 Okay, now that I'm up to speed, what do you want me to do? 小牧の立場が微妙なことになっている。What? ノーラと奪還作戦でのこと覚えているだろう。小牧は帝都防衛第一師団第一戦術機構連隊所属だった。Yeah, I heard all about it while the fight was ongoing. 小牧です。サギリ隊、サギリ隊ではありませんか。帝都防衛第一師団第一戦術機構連隊、小牧さよこです。お答えください。I would have a nervous breakdown too if I realized that my enemies are the guys I used to call my comrades in arms.貴様も知っているとは思うが、帝都防衛第一師団第一戦術機構連隊は、あの一連のクーデターにおいて、口火を切った部隊だ。小牧は関与していないようだが、サギリ直也大尉以下、部下のほとんどが関わっていたのでな。相当疑われたようだ。Yeah, no surprise. Now I get it. That's why those guys hold a serious grudge against the Royal Guard.Thinking about it, I guess Captain Sugiri's whole reason for staging a coup was to remove disloyal elements to the Shogun. That checks out. Then the purges followed, and after countless politicians found themselves on the business end of a firing squad, the Royal Guard suppressed the revolt. Captain Sugiri and his men have been missing ever since then. Turns out they fled to France. And since you're never supposed to let a crisis go to waste, the Royal Guard stepped in and filled the political vacuum.The whole reason they rose to power was that Sugiri unwittingly did their dirty work. その後、サギリ大尉らは行方不明だったが、この度の作戦でフランスにいることが明らかになったというわけだ。だがフランス軍の解体は進んでいるが、サギリ大尉らの行方が再び不明になっている。Must have run away during the chaos. Well, it's only a matter of time. 現在でもサギリ大尉の帝国軍に対する影響力は大きい。とすれば、シアトル駐留軍の指揮官に小牧がふさわしいかどうかという話になり。Yeah, it's evident from the voice logs that the captain was noticeably agitated during the battle. She sounded so passionate. It's easy to imagine Captain Komaki would throw in her lot with Captain Sugiri if push comes to shove. 仮に小牧が外れるとなれば、後任が誰になるかが問題だが、私が知る限り、次はもう上層部の息がかかった人材しかいない。帝国軍の上層部はこの SF とつながっているため、これを許すと帝国軍は実質この絵軍の配下に落ちる。今のところ小牧のままで進む可能性が高いが、状況が一転した場合には、立浪、貴様を臨時の Me? Is she serious? Like, I was promoted to lieutenant under wartime circumstances. I don't know the first thing about being in commandI mean, I can barely manage to keep my unit together as it is. There's gotta be a better choice. 理由はわかるな。 Yeah, reason's obvious, alright. It's because people call me a hero. It hasn't been that long since Captain Komaki took over Major Jinguji's position. And if the regular folks start to see there's a lot of turnover in the leadership of Seattle's TSF unit, well, that ain't exactly reassuring. Yes, people expect me to rise to the occasion, that's why.The ace of the 7th Battle of Seattle ascends to the throne, so to speak.
This is how we save face, with a makeshift solution that everyone can get behind. If you think about it, with a cool head, there's nothing else that would give us as much peace of mind to the residents of Seattle. Even though I can't do jack shit without other people holding my hand. その通りだ。そうした動きが想定されていることから、貴様と我々の情報を均等にしておきたかった。理解できたとは思うが、場合によって我々はこの絵と衝突する可能性すらある。無論それを望むわけではないし、そうならないようにと努めているところではある。だが。I understand. I stand by my words. Some people might say I'm naive, but I really believe that Her Highness's ideals will lead us to a better world. この話を聞いて、特に何かをする必要はない。貴様の立場で動向を注視しておいてくれ。Yes, ma'am. I'll do that. ちなみに、神宮寺少佐は軍内部はもちろん、市民にも顔が利き、世論を操作できる。殿下は不自由なお立場といえど、帝国軍の最高司令官という肩書きはそのままだ。実は、貴様を祭り上げるのは難しい話ではない。だが、本来貴様は自由な立場にいてこそ意味がある。Yes, ma'am. I agree entirely. そういうわけで、貴様の昇進は我々が全力で阻止させてもらう。気を落とさず軍務に邁進しろ。What an awful thing to say, dude. I get the feeling she's completely serious. まあ、そういうこともあるかもしれないと覚えておけ。Yes,